佐世保中央駅は、長崎県佐世保市島の瀬町にある、松浦鉄道西九州線の駅。佐世保市街地の中核的な存在である4が、町アーケードのすぐ側にあり、買い物客等が多く利用している。4が、町アーケードから日本一距離の長いアーケード街として、知られるサルクシティ43が伸びていることから、日本一長い、サルクシティ403アーケードの駅の愛称が、 松浦鉄道によって付けられている。単式一面一線ホームの高架駅で駅員配置駅。有人時間以外はトイレも閉鎖される。列車到着時には接近放送がある。イオン佐世保店を及び佐世保共済病院とは直通の連絡通路がある。以前は自動券売機が設置されていたが、故障後に更新費用の関係から廃止し、 車内での現金での支払いで対応しているほか、有人時間帯は窓口で手書きの補充乗車券を販売している。全体はややカーブしていて、佐世保駅側はすぐにトンネルである。隣駅の中、佐世保駅までは国道35号を挟み200メートルしかなく、鉄道線としては、地区放電機鉄道の黒崎駅前へ引く西黒崎間と並んで、 日本一駅間距離の短い区間となっている。ちなみに、中佐瀬保駅も、島瀬町内にある。区間が非常に短いため、駅を発車して、すぐに次の停車駅がアナウンスされる。2010年12月下旬より、エレベーター設置、駅舎増築工事が開始され、翌2011年3月12日より、エレベーター使用開始と同時に、 駅事務室が2階のエレベーターで入り口前に移動した。佐世保中央駅は4が町アーケードのすぐ側にあり、駅を出ると1分とかからずにアーケードに入ることができるため、買い物等で出向く際には中佐世保駅よりこちらが便利である。長崎県統計年間と佐世保市統計所によると、近年の1日平均上降人員は以下の通り、ありがとうございます。